僕の部屋におかえり NCT127 ユータのユータットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて2月もね終わろうとしていて、もう卒業シーズンですね。早いね。僕ユータがね高校卒業してもう10年も経つなんてね、すごくびっくりなんですけど、もう10年経ったかって。だからもう韓国に来て10年以上経ってるってことだよね。時の流れがすごい最近早くて、1年がね経つのがすごく早く感じるんですけど、韓国にね来てから、なんか日本にね行った時のね記憶っていうのを振り返ることがあんまなかったんだけど、やっぱなんかこう韓国にいてもね、ふとした会話とかさ、そういう景色とかさ、匂いでさ、特に何かあったわけじゃないの。俺も学生生活すごいなんかドラマがあったってわけじゃないんだけど、あの時の記憶がさ、フラッシュバックしたり蘇ることが未だにあるってことはさ、やっぱ青春というかさ、学生生活っていうのはみんなにとってもそうだろうし、俺にとってもね、すごくなんかこう大切な時間だったんだろうなって思うよ。だからね、みんな卒業シーズン近づいてると思うんだけど、本当によく俺もね母から聞いてたの、卒業するまで学生生活すごく楽しみなさいって、もう戻ってこえへんからねってずっと言われてたんやけど、俺もねこの年になって声を大にして言ってあげたい。本当に大切にしてほしい。うん。であと好きな人がいればね、みんな告白するんだよ。本当に後悔しないようにね、告白してほしいなってなんで告白の話になったかわかんないんだけど、感謝する人にはねしっかり感謝して素敵なね卒業式を迎えてほしいなと思います。それではね、今週の1曲目をお届けしようと思うんですが、21日のね SM タウンで初披露、とうとうデビューを飾った NCT Wish のデビュー曲をね、この番組で全世界初のオンエアです。 NCT Wish で Wish。 Let's make this It's too loud 振り通しいらない Like forever、yeah. 聞けば願えば Elevated 夢の中で触れた Madness、yeah. Keep on keep on loving back We're going up to the world 扉を開けて I feel it's coming down どんなきらめきも、yeah. 君なしでは意味すらないんだ So I make this wish tonight Let's go fly high in the air NCT127 ユータのユータトームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。2月のテーマは NCT の距離を超えたラブソングです。まずは NCT127 でサニーロード。
この歌詞のように来月もみんなと距離を超えて会えるので楽しみにしています。続いて NCT ドリームでブロークンメモリーズ。離れていても相手を思う気持ちが詰まったナンバーです。そして最後はウェイブイでホライズ。遠く離れた2人の距離もいつか乗り越えられると歌っています。以上 NCT の距離を超えたラブソングでした。それでは引き続き NCT127 ユータのユータトームをお聴きください。NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム、今日はユータとしりとりお手紙です。しりとりで僕と手紙のやり取りをするというね、シンプルなコーナーなんですが、ルールがあります。返事はワンセンテンス、つまり一文で返すこと、そしてもちろんで終わらないようにしてください。前回の僕からのしりとりお手紙はこちらでした。気合を入れすぎて空回ったことということで、とから始まるお返事がね、今回もたくさん届いてますので紹介していこうと思います。ラジオネームハッチーさんのお返事。特別なディナー、慣れないハイヒールで行ったら靴ずれして両足血まみれと、一番初めから空回り、そして痛い。わかるよ、わかる。俺もすごい空回るタイプだったからわかるよ。自分が思ってた内容通りに全然進まないんだよね、ことがね。こう思ってこうしたのにって思うね。痛いほどわかる。実際痛そうだしね、傷も。まあまあ、失敗はね、成功のもとですよ。次は大丈夫です。次は素敵なディナーを食べれると思うのでね、ハチさん頑張ってください。じゃあ続いてラジオネーム響きちゃんさんのお返事。年越しを友達とする約束をコロナ前ぶりにしたのに10年ぶりに熱を出して、寝正月になってしまいました。愛語だね、これも。じゃあ、いつも言ってるよね。リピートアフターミー。吸入器、加湿器、濡れマスク、龍角散、せーの。ヘイ。加湿器、吸入器、濡れマスク、龍角散。この4つさえ、あなたが持っていればもう風邪ひくことはありませんから。最近風邪ひきましたけどね。あら不思議、風邪が飛んでいきました。これで、この4つさえ、常に完備していれば、風邪をひくことは、95% ありません。はい。じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネーム、ロック好きなゆうたみさんからのお返事。トレーニングしすぎて、翌日めちゃくちゃ筋肉痛。という、メッセージいただきましたけど、トレーニング後に筋肉痛にならないコツとかありますかね？これね、本当にない。近道ない。これは。強いて言うのならば、コロコロローラーでしょ？筋肉をこう。ほぐしてくれる。あれはね、結構すごく良くて。てか、あれも、本当はね、やる前にした方がいいよ。運動やる前。まあ、どこするのかにもよるんだけど、運動する前に筋肉をしっかりほぐしてあげると。意外とね、みんな、終わってからほぐすでしょ。でも、やる前の方が実は大切で。だから、やる前にしっかり筋肉をほぐして、可動域を広げてあげる。っていうのをね、意識するといいんじゃないかなと思います。まあ、ね、継続は力なりよ。やっていくことによってそれも消えていくからね。頑張ってください。続いては、ラジオネーム、ジジさんのお返事。ドキドキが最高潮。池の鯉みたいに口がパクパクして声が出せなかったフォトカードお渡し会。サイン会に生まれて初めて参加し、ゆうたくんを目の前にした時の私の姿です。生のゆうたくんはあばよくてかっこよくて素敵でした、という、ジジさんからのね、ワンセンテンス作文いただきましたけど、でしょ、生の俺イケてるでしょ。まあ僕らも実際そうよ。最近さ、ほらボディメンテの CM でさ、そのお互いコンサートに行くまでにさ、準備を頑張るみたいなさ、内容だったじゃん。でも僕らもサイン会とか直接みんなと会うことがあれば、その前日、前々日からね、やっぱご飯も調整したりするし、パックもね、しっかりするし、で、ちゃんと準備してみんなに会いに行くんだよ。みんなもそうだと思うけどね。メッセージありがとうございます。続いては、ラジオネーム、あっころころりさんのお返事。ドームコンサート初参戦で、うちわもペンライトも持って張り切って、開演待ちをしていたのに席を間違えて、自席へ。これでもよくあることなんじゃないの？俺の、知り合いもね、
この前遊びに来てくれたんだけど、何食わぬ顔で自分の席だと思って座ってたら、違いますよって言われてすごく恥ずかしかったっていうねエピソード聞かせてくれたんですけど、どうなの、恥ずかしいのかねこれって。まあ、ちょっと気まずいか、ちょっと気まずいか、まあまあまあ始まったらもうそんな関係ないからね。じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネーム和樹のカーカさんのお返事。得意の英語のはずがスペル逆。息子の運動会で応援うちわを作った時、気合を入れて英単語でファイトと作ったつもりが入れ違いになっていんだね。H と G がね入れ違いになって作っていたのに、当日気づきめちゃくちゃ恥ずかしかったですという。かわいい。なんか俺最近お母さんのエピソード聞くとすごくなんか心が温まるというかさ、愛だね、伝わればいいよ、もう触らなくてもいい、もうそれが好き、それこそ好き。はい。ということで、ゆうたとしりとりお手紙でした。今回もね、たくさんのお返事、ありがとうございました。紹介した中からね、どうだろうね、今日もね、今回、やっぱみんなレベル上げてきてるね。一番初めのやついたそうやったけどな。二番目の響ちゃんもね、魔法の言葉だから、あれ。加湿器吸入器寝るマスク留学さんね。覚えてよ、これは。これもテストで出てくるからね、次のゆうたみテストで。全部良かったんだけど、やっぱカズキの母ちゃんかな、カーカさんか、すいません母ちゃんじゃね、カズキのカーカさんのね、ワンセンテンス、しりとりのねこの一文を選ばさせていただきたいと思います。理由はね、ほんと最近なんか家族の話とかさ、お母さんのこの頑張ってる感じとかのさ、文章を読むとね、なんかグーってくるよね、心が温かくなるからね、ちょっと選ばせてもらいました。じゃあ次のゆうたしりとりはね、どうしようかな。かずきのかーかさんの逆ね。くね。くか。屈強とか、苦難に立ち向かうときに聴く曲。くね。苦難に立ち向かうときに聴く曲。まあ何ですかなんだけど、聴く曲ね。はい。俺これよくあって、最近、みんなも知ってると思うんだけど、ちょっとね、体調が良くなくて、加湿器吸入器、濡れマスク、龍角散とか言ってたんだけど、ちょっとね、95% じゃなく 5% に引っかかってしまってですね、風邪をひいてたんですけど、その時に、やっぱね、万全ではなかったのね、コンサート結構あるんだけど、今ね、スケジュール的にも。なんだけど、もう待ってくれてる人もいるし、俺もね、コンサート楽しいから、でも行かないといけないんだけど、体がちょっとなーっていう時に、クイーンのね、The Show Must Go On っていう曲をね、聴いて、入っていったら、ね、すっとなんかこう、自分の気持ちが切り替わるような気がしてですね、最近は、風邪の時とかね、しんどい時はね、その曲をよく聴いてて、聴きながら、聴いて、コンサートにね、出てたんですけど、まあみんなもそんな感じで、なんかなーっていう時に、こう、自分をね、奮い立たせる曲、などがあれば教えてほしいなと思います。まああとね、くから、始まるとね、すごく曲がね、限定的になっちゃうから、例えばだけど、苦しい時に聴く曲は何々とか、苦難に立ち向かう時に聴く曲はこの曲、みたいなね、感じで、入れてくれても全然 OK です。メッセージはですね、OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。SNS のハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではここで一曲をお送りしましょう。アッシュダヒーローで夕方パワー。Moving on, together, that's why
NCT127 ユータのユータとお送りしたのはアッシュダヒーローで夕方パワーでした。それではですね、皆さんからいただいたメッセージを紹介しようと思います。ラジオネームゆまーまさん、ユータくんただいま。私は可愛い三姉妹シジニーのママでユータペンです。4人全員推しが違うため、毎日大好きなメンバーのことを各々熱く語り、歌い踊ったりすることが日課になっています。しかも洗濯物を畳んだり食事の準備などお手伝いをしながらなので、とても助かっています。 NCT のおかげで家族みんなの会話も笑顔も増えました。本当にありがとうございます。まだまだ寒い日が続きます。大変忙しいと思いますが、どうか無理なさらずに温かくして美味しいものたくさん食べて過ごしてください。そしてツアー頑張ってください、応援していますというね、ゆまーまさんから温かいメッセージいただきましたけど、はい、ありがとうございます。これを読んだだけでもね、この家族の温かさがすごく感じ取れます。これからも僕らの曲ね、いっぱい聴きながら各々ね熱く語って熱く応援してください。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームユミさん、ゆうたさんただいま。初めてお便りをお送りします。はじめまして。先日ふとテレビを見ていると NCT127 のボディメンテの CM が流れ、個人的に嫌なことが続いていたのもあり、ちょっとしたサプライズになってとても嬉しかったです。また他にあるバラエティ番組のちょっとしたクイズコーナーの BGM としてファクトチェックが使われていたり、そうなんだ。ご当地ロケ番組の最後にゴールデンエイジが流れたり、テレビ以外でも病院の待合室で NCT ウィッシュの曲が流れていたりと、日常の中で NCT を身近に感じることができて、幸せを与えてくれる NCT に改めて感謝していますと。好きになってよかったです。これからも応援しています。どうか体調に気をつけて活動を楽しんでください。というねメッセージユミさんからいただきましたけど、これはねすごく嬉しいね。やっぱさ、普段日本にいないからこういうクイズコーナーとかで使われてたり、ロケの番組でね最後に流れてたりっていうのは、こういうユータトーンでね、ユータミから聞かないとね、なかなかわからないことなので、これはねすごく嬉しいですね。こうやってまあ直接ね日本でねこう会える時間は少ないけど、間接的にでもねこうやって僕らの曲がね流れてたり聞くことによってね、こうやってユミさんみたいにね力をもらえる人がいるってことはねすごくいいことだと思うので、これからもね活動頑張りますんで、ユミさんもね応援ね楽しんで、ください。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームネギ男さん、ユタさんはじめまして。はじめまして。ユタさんを日本のテレビで見て、その後 NCT127 の曲を聴きファンになったものです。自分は高校生でそろそろ進路を決めないといけないのですが、自分のやりたいことがなかなか見つからず悩んでいます。夢だったりやりたいことは何かのきっかけでふと決まるものなのでしょうか。まだまだ寒いので体に気をつけてください、応援しています。自分のやりたいことが、そうなんだよね、そこはあんま触れてこなかったよね。まあ俺もそうなんだけど、あながちこうサッカー選手とかね、まあまあ美容師ともやりたかったし、なんかこう抽象的ではあるんだけど、何かしらやりたいことがあった俺はね。そうなんだよね、だからやりたいことが見つからない人もねすごくたくさんいるもんね。きっかけっていうのはどうなんだろうね。まあまあタイミングもあるだろうし、いろいろあると思うんだけど、まあよくこのラジオで言う環境をちょっとガラッと変えてみるっていうのはすごくいいことだと思うよ。多分だけど、今ね見えてるものに対して興味がないだけであって、でもね世界ってすごく広いからね、ちょっと行くともう考え違うし、ちょっと行くと人も違うし文化も違えば、大切とされてることさえ違うっていうね、もう全部が違うから、なんかこうね自分でちょっとずつ環境を変えていくと、多分自分の価値観も変わって、自分っていうものをねちょっと客観的に見れて、あこういうことできるかもとか、あこういうことちょっと挑戦してみようかなって思えるようになると思う。だからちょっとねずっと言ってるんだけど、環境はね本当に大事。だから環境変えてみるっていうのはあれかもしれないね。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームいらっしゃいませさん、私の学校は温水プールがあるので、いいなぁ、いいなぁ、地獄のシャワーとかなかったの？いいなぁ。俺小学校とか中学校の時さ、地獄のシャワーってあったよね。地獄のシャワーってめっちゃ冷たい水かけさせられてさ、ううってなるやつね。冬でも水泳の授業があります。水泳の授業後、上下に分かれている水着から制服に着替え、風邪をひかないよう髪の毛をドライヤーで乾かそうと思っていたら、上の水着がなくなっていることに気づきました。あ、服に着替えたんか。着替えて
気づきました。クラスの子や先生に協力してもらい探してもらったけど見つからず、友達が冗談でもしかしたら水着が体にくっついてるんじゃないと言ったのですが、半信半疑で確認したところまさかの腰に水着をつけたままにしていました。私も先生も友達も大爆笑でした。ゆうたくんやメンバーのクスッと笑えて少し恥ずかしい体験談などを聞きたいです。メンバーの中で一番おちょこちょいな人は誰ですかというねメッセージいらっしゃいませさんからいただきましたけど、一番ドジ、いやでもおのおのドジしてるけどね、そのドジの振る舞い方みたいなとこ悪くないですか。正直俺みたいなタイプはさ、ドジしましたてへってやってあげてるところはあるよ。本当にここだから言うけどやってあげてるとこあるからね結構。まあそれを踏まえても俺かな。よくよく考えてしっかり考えると俺か、俺なのかもしれません。はい、エアポッツなくしたしな、この前も。しかもなんかこの前さ空港さ最近よく行くじゃん、まあ、あの東南アジアとかね行くとすごく暑いのね。もう30度だし、もう日光がガンガン照りつけてきて、もう15分もいると熱中症なの本当に。みんな倒れたりとかする、本当にすっごいところで暑いからね。だから俺サングラスをねこの前つけていこうと思って、俺サングラスもすごいたくさんあるからサングラスをつけてたんだけど、あれと思ってお気に入りのサングラスないなと思って探してたんだけど、かけてたっていうね、まさかの。そんな僕です。はい、ということでメッセージありがとうございました。じゃあね、続いての曲いきたいと思います。 NCT 2023でゴールデンエイジ。Golden age, power age, 지금 우리 모두 와 네가 되길
NCT127 ユータのユータトームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツです。番組内で紹介しきれなかったメッセージを紹介します。ラジオネームロック好きなユータミさん、名古屋で開催されたリリースイベントでユータくんにステッカーを見せながら、ラジオステッカー大切にしてますって伝えられた時の達成感と、おってことはユータミだよね、覚えてるよって答えてくれたユータくんの温かい表情は一生忘れないと思います。ユータくん素敵な思い出をありがとうございますということで、名古屋のねリリースイベントにもラジオ聞いてますというねユータミの方がいっぱい来てくれてですね、めちゃくちゃ嬉しかったです。ラジオはね一人でスタジオで喋ることが多いから、ボケてもね誰も突っ込んでくれないっていうシュールなあのスタジオなんですけど、ちゃんとね聞いてくれているゆうたみの顔がね、直接見れてよかったです。ありがとう。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたともお聞きください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、ゆうたアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアトームいかがだったでしょうか。最後にねこの方のメッセージを紹介しましょう。ラジオネームゆうちゃんさん、ユータくんただいま。ユータくんは好きな食べ物を先に食べる派ですか、最後に食べる派ですか。私は残しておいて最後に食べる派です。これなんか心理テストでよくあるよね、ショートケーキをあのいちご先食べるかクリームから食べるかみたいな。どうだろうな、この突発的じゃんこれも、なんか食べててどうしようかなみたいな。だからあんま考えたことないんだけど、どっちでもないね俺多分。2番手いくね、2番手か3番手いくね多分。例えばすき焼きとかいっぱい具があるじゃん、ほんなら肉が一番好きやったとしたら、その次かその次の次ぐらいに好きなやつをいっちゃうね。だから結構中間までは自分が楽しめるものを食べて、で最後美味しいものだけ食べる。はい、そんな感じです。はい、ということでメッセージはオーディー内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。 SNS のハッシュタグは英語でユータトームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ユータのユータトーム、 DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。バイバイ。눈이 와 네가 없음 차라리 충분하 Rock a bye baby 눈 뜰 때쯤엔 네 옆에 있을 텐 Now I'm in my feels bad 코끝이 찡한 우리 추억이 가슴 터질 만큼 많아 머뭇거릴 시간은 없어 when I'm on you 같이 뛰어들자 if you don't baby I'm a goner Are you done?